韓国が日本が羨ましくて地団駄を踏んでいます。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国、なぜ日本だけ自動的に領土が拡大するんだ、急成長を続ける硫黄島が羨ましすぎる人々、お送りします。硫黄島は異常なスピードで700年以上も隆起し続けている。日本は非常に領海の広い国で、世界でも6番目となっています。さらに近年は西の島など新たにできたり拡大する島も出てきています。そうした中、韓国のネット掲示板に、現在の日本の硫黄島の様子がすごい、領土が広くなって羨ましいというスレッドが立ちました。今回はこのスレ主の主張と日韓の人々の反応についてご紹介します。まずはスレ主の主張です。日本の硫黄島はどんどん隆起を続けています。そのスピードは凄まじく、毎月10センチメートルも隆起しています。1年ではなく1月にです。そのため第二次世界大戦当時に硫黄島周辺で沈没した軍艦24隻も、島の隆起とともに水面上に浮かび上がりました。この硫黄島は1968年米国が返還した後、日本が占領しています。とはいえ海上自衛隊の基地はありますが、軍人の数は少ないし、住民は住んでいません。そのため我が国から軍艦を派遣して竹島のように実効支配すれば、領土、領海を大きく増やすことができます。新大統領にはぜひ日本からこの島を奪い取ってもらいたいと思います。以上がスレ主の主張です。竹島のように硫黄島も乗っ取ろうとはとんでもない考えですね。スレ主の言うように、硫黄島は非常に速いスピードで隆起を続けており、2021年10月、硫黄島近くの海岸に沈没船が姿を現したというニュースは大きな話題となりました。これらの船は第二次世界大戦後、米軍が港を作ろうとして沈めた船です。海底に沈んでいましたが、硫黄島の急激な隆起により、2021年に完全に地上に露出したのです。日本の地殻変動を観測している国土地理院の地理地殻活動研究センターの観測写真を見ると、2010年時点では一隻の沈没船が波打ち際に露出しているだけでした。この時点では海底だった場所が波打ち際になっているのがわかります。ところが2011年の写真では、その沈没船は砂浜にあります。1年ごとに沈没船が海底から波打ち際へ、波打ち際から砂浜へと移動したのです。これは硫黄島の隆起による影響です。硫黄島はこれまで700年以上にわたり、異常なスピードで隆起し続けている世界的にも特殊な島なのです。この硫黄島は実は海底火山のカルデラの一部が海上に現れたものです。その海底火山は海底から標高約2000メートル、直径は約40キロメートルもあります。これは富士山を遥かにしのぐ大きさです。また、硫黄島の北方約75キロメートル先にある北硫黄島、南方約60キロメートル先にある南硫黄島も同じ海底火山の一部が海面に露出してできたものです。海底に目を向けるとその巨大さがわかります。この海底火山は活火山のため長年にわたり激しい地殻変動をもたらしています。毎年の平均をとると隆起していますが沈降することもあり、硫黄島は非常に複雑な動きをしています。硫黄島の隆起には火山活動の他に、プレートの動きや島内にある断層の動きなど複数の地殻変動が関わっていると推測されています。地層の分析結果から、この700年間で年平均15から25センチ隆起し続けてきたことが確認されています。しかも近年隆起の速度がさらに速くなっているのです。水深が浅い海底地形も硫黄島拡大に影響。硫黄島周辺の海底は傾斜がかなり緩やかで水深が浅くなっています。そのため硫黄島が少しでも隆起すると、そこは陸地になります。国土地理院の発表によると、2021年9月から10月には約10センチメートルも隆起し、このまま隆起が続けば数十年後には硫黄島の面積は2倍以上になるとも言われています。硫黄島が拡大すれば日本の領海や排他的経済水域が広がります。小笠原諸島に属する西の島は2013年に大規模な噴火を起こし、その後も噴火が続き、日本の領海と排他的経済水域が合計で100平方キロメートル広がりました。
排他的経済水域では資源開発や科学調査、施設の建設など主権的権利が認められています。南鳥島周辺には約1600万トンのレアアースやコバルトやニッケルを豊富に含むコバルトリッチクラストが発見されるなど、日本周辺の海域には豊富な海洋資源が眠っています。硫黄島周辺の海底に豊富な資源が見つかるとは限りません。しかし排他的経済水域が広がることは日本の資源問題を解決する糸口をもたらす可能性があるのです。こうした状況やスレ主の主張には韓国の人たちから多くの声が寄せられました。その一部をご紹介します。韓国の反応。すごいな、硫黄島の土地がますます大きくなってるね。これはそのまま日本の領土が大きくなっているということだ。日本は何もしていないのに領土が広がって羨ましすぎる。沈む沈むと言われている国の土地が隆起しているとは一体どういうことなんだ。それだけ日本周辺のプレートの動きが活発になっているということだろう。近々大地震が発生することは間違いないので、私たちも備えておいた方がいいかもね。1ヶ月で10センチ隆起するということは、単純計算で1年間で1メートル20センチ隆起するということだよね。10年後には12メートル、100年後には120メートル。その隆起に伴って島の面積が大きくなれば、日本の領土がどれぐらい大きくなっていくのか、考えただけで寒気がする。なんか現実離れしていて、それこそアニメを見ているような気分だ。だけど逆に、朝鮮半島が沈んだりしたらたまらないな。本当に怖い。地震の前兆現象じゃないか。それならすごく怖いね。以前なんかの記事で読んだけど、大規模地震の前兆現象の一つは地殻隆起が激しくなることらしい。日本の最後が近いな。日本で大地震が起これば韓国も無事では済まない。浦項地震が起きた時、そこで暮らしてなかったけどすごく怖かったんだ。地震の前兆現象かどうかはわからないけど、単純に考えればめちゃくちゃ羨ましいね。あれをまた観光地として開発すればすごく稼げそうだし、農業もうまくいきそう。日本の反応。昨年仕事で硫黄島へ行ったんだけど、一昨年は通れた道も隆起で通れないことが多く驚いたよ。 GPS 測位装置は島のあちこちに設置してあるので、硫黄島の隆起のデータは逐一観測されている。体感的にもかなり大きくなっているよ。自然は素晴らしい。次の世代の日本人たちのために順調に育ち続けてもらいたい。遺骨はきちんと収集してご遺族に返してあげるべきだと思う。 3.11 の時に硫黄島は沈下した。でもその後着々と隆起している。日本沈没なんてドラマや映画があるけど、日本全土は隆起しているのが現状だ。千葉や茨城の隆起も著しい。というかプレートが潜るところは基本的に隆起するんで、こういうことになる。しかし硫黄島はその中でも得意だな。いずれにしても排他的経済水域が広がることはいいことだ。21世紀は日本の時代になると昔本で読んだことがあるが、本当にそうなるかも。隣にあんな国があってごめんねっていう神様からのお詫びの印かもしれないけどね。韓国が硫黄島はうちの島だと言ったら、米国の元軍人や現役軍人からふざけるなと怒りの声が上がるだろうね。硫黄島の戦いは米軍の激戦地の一つで、戦士教育に出るほどだから。陸地の拡大によって先の大戦で沈められた船が浮かび上がってくることに神秘と畏怖を覚えるよ。硫黄島の英霊がこれに関わっているに違いない。幸いなことに日本列島は大陸や朝鮮半島から毎年4センチほどだけど離れている。1万年で 40km とはいえ、未来は明るい。急成長しているということは、地下のマグマだまりが急速に巨大化しているってことだね。最悪、カルデラ噴火の危険性もあるんです。そうなると、その上にある島部分が消し飛ぶことも珍しくはない。安易に喜んでもいられないかも。通常噴火にとどまってほしいものだ。もっと大きくなって町ができ、人が常住できるようになるといいね。近代でも火山活動の影響で隆起して、ハワイ諸島最大の島になったハワイ島の例もあるからね。地震や火山の噴火というリスクを常に抱えて生活しているのだから、このくらいのリターンはあってもいいと思うよ。硫黄島の護岸工事や植林に税金を使ってもらいたい。常駐している自衛隊の人たちの生活を便利にしてあげてほしい。もちろん海底資源を安定的に採取できる技術にも投資してくれ。
海上自衛隊が配備され常駐している。しかし建物、滑走路が変化していくので建設業者が常駐していつも工事がされている。桟橋は海岸の隆起が大きく作れないので海上自衛隊の輸送艦で物資、車両などが輸送されているんだ。大きくなればその海域にある海底、地下資源を使い日本をより成長させてくれると信じている。ただし硫黄島の管理、常駐している自衛隊員の安全管理、他国からの干渉から守る、この3つは徹底してほしいな。日本政府は今こそ遺骨収集に本腰を入れるべき。東京都23区から南方におよそ 1200km の太平洋に浮かぶ硫黄島は東西 8km、南北 4km の小さな島です。行政区分上は東京都小笠原村に属し、小笠原諸島の中心である父島からはさらに約 280km 南に位置しています。16世紀中頃にスペイン船に、18世紀後半にもイギリスの探検隊に発見され、1891年には日本領土に編入されました。1941年12月8日、太平洋戦争が勃発し、硫黄島は本土防衛の最前線となりました。1944年に島民は強制疎開し大激戦地となったのです。厚生労働省によると、硫黄島での日本人の戦没者は約 21,900 名、しかし収容できた遺骨は 13,17 柱にとどまっています。硫黄島では米兵も約 7,000 人亡くなっています。しかし遺骨が見つかっていないのはわずか95人だけ。米国には軍の専門機関、戦争捕虜戦中行方不明者捜索統合司令部 DPAA があり、早くから DNA 鑑定を導入し戦死者の身元特定にも力を入れてきたのです。しかし日本政府には戦没者遺骨を徹底捜索し身元を特定して遺族の元に返すという責任意識と義務感が欠落していました。背景には戦況が悪化した戦中から戦後初期にかけ、遺骨代わりに遺骨箱を遺族に届けることで処理済みとした経緯があるようです。しかし、日本国を守るために尊い命を捧げた方たちに対して、あまりにも感謝の気持ちがなさすぎます。硫黄島の成長を純粋に喜べるように、日本政府は今こそ遺骨収集に本腰を入れるべきかもしれませんね。あなたは硫黄島が急拡大していることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。